ご視聴ありがとうございます。この動画は、1980年代のパソコン事情、8ビット戦争、16ビット戦争を通して、パソコンの歴史を楽しむ動画です。今回は、1980年代の日本のパソコンについて案内します。1980年代のパソコン、そう、PC98 とか X68000 とか。PC98 とか X68000? 今から30年前だから、40代、50代の世代で、ないとわからないよ。1980年時代は、パソコンというものが形付けられた時代で、この頃、初めて、コンピュータというものに触れたり憧れた人たちが、今のコンピュータやゲーム産業を支えているんだよ。歴史で言うと、日本の幕末のような時代で、この後、海外から黒船がやってきて、パソコンは、生活の中になくてはならない時代へと、移ってゆくんだ。1980年代は、パソコンの黎明期、上位草と憧れの時代だね。そして、パソコンメーカーも試行錯誤を繰り返し、敗北と成功を繰り返した時代でもあるよ。日本のパソコンの黎明期は、大きく分けて、1970年末から1980年代初めの、パソコン誕生。8ビット戦国時代、1980年中から1990年初めの、16ビット戦国時代、に大きく分かれるんだ。そして、この後、黒船の来襲？そうなんだ。次回は、1970年末から1980年代初めの、パソコン誕生8ビット戦国時代、について案内します。